楽しく海に行くの巻。いやあ、せつなけいすけだよ。みんな、とうとうぼっちで引きこもりの七種くんが女の子と、アンドロイドとはいえ女の子と一緒に海に行く時が来ましたよ。アイラさん、ふふ準備 OK ですか？おお、アイラも OK です。アイラちゃんはどんな水着を買った？どんな水着着て海行くん？ビット法のデータを。なぜです？あ、いつの癖でやっちゃった？ナナシ君、いつもメサイちゃんに見てもらいようけんさ、その癖でちょっとバラッと見せちゃったんやな。メサイちゃんどっか行っておらんのに。まあいいや。とわちの数見てくれる？アイラさんに見せる必要ないだろう。見てアイラちゃんはどうなる、どう思うことやろお前。ふむふむ、了解です。ナエさんの現在のフレンドリストの数は10人です。あとやけに女の人の割合が多いですね。なんかちょっと引きます。何せよ2桁になっとんじゃ。友達の数2桁になっとんじゃ。いつもいいかやるで、ならしくん。ちょっとです。上司に怒られるやつですね。マジで？友達少なかった上司に怒られるの？10人だぞお前、10人2桁だぞお前。じゃあ俺それより少ないけん、もっと上司に怒られるじゃないかお前。てか上司誰だよ。あれ、そういえばポジテさんは？はい、ポジテさんは先にビーチに行くと。マジで？あいつそんなにビーチに行きたかったの？この3人の中で一番ビーチに行きたいのはポジテじゃないのか。何、女に歩いているだけで女の人に可愛いですねって言われるのはそんなに好きなのか、あいつ。スイートビーチだったよね。そうです。うん、じゃあそこに行ってみようか。はーい、よっしゃよ。アイラさんとビーチやって、もうこれはデートと考えてもいいよね。メサイちゃんに見つかったら変な目で見られるかもしれないけど、デートと思っていいよね。メサイちゃんごめんな。今はアイラさんと一つの思い出を作りに行くわ。わあ、どうした？あ、一緒に行くわけじゃないんだ。ああ、そうかそうか。靴のブーストのターボのやつだろ。ターボを使って自分だけ空飛んでいったな、あいつ。いや、一緒に行こうよ。ちょっと、和気あいあいとさ、いろいろ話しながらさ、電車に乗って、和気あいあいとお菓子食べながら行こうよ、二人で、お前。ま、一回よくねえよ、これ。一緒に行こうよ。もうせっかく一緒に海行くのに、一緒に海行くんやけんさ、その電車に乗るところからさ、一緒に和気あいあいと行こうよ。はい、チャプター4、キーオブマインド。それより一緒に行こうよ。一緒に行こうよ。待ち合わせのところからさ、デート始まるんやで、お前。デート待ち合わせから始まるんやで、そこ重要やぞ、お前。これか。ああ、なんかすごいエロい雰囲気なんですけど。なんかこの海めっちゃすごいエロい雰囲気してますけど、どういうことですか？え、なんなん、ヌーディストビーチじゃないよね。ほんとに、そういうエロいビーチじゃないよね。あと、このおとぎの森とかさ、なんかちょっと風俗っぽい名前の看板出すのやめてもらえませんか？勘違いしちゃいます。ああ、すごいピンクピンクしとんねんか。しかもおる人が全員女の人だし、なんか七橋くんがちょっと場違いな感じになってしまった。おお、この人何なんだろう。なんかすごいしょぼーっとしてる。なんかすごいしょぼーっとしてるよ、これ。ベンチに座って。振られた後の彼女みたいな感じになってるよ、お前。こんにちは。おー、なんかすごいお人形さんみたいな可愛さの女の人。外国人っぽいな、なんか。こんにちは。え、あ、あの、え、ナルシ君どうした？それにしたって、ナルシ君、よう声かけれたな、お前。うん、こんなにガーって人をけ、ガーって人を女の子によう声かけられたな、お前。今の私ですか？そう、君の名前は？サーヤって、あなたは、私
私を愛してくれますか。いきなりすごい重いこと聞いてるなお前初対面の人に言うことじゃないぞ君。どんな教育を受けたんだお前は。サイヤさん、俺はナナシだよ。うん、愛して。え？ナナシ君ちょっと戸惑った。ナナシ君でも戸惑った。この常識力のないナナシ君でもおかしいと思ったぞお前。あ、愛してくれますか？このサーヤさん、どこの国出身なんだろう。どこの国出身か知らんけど、その国では多分こういう、いきなり愛してくれますかって聞くのが、なんつうか、日常会話でよくあることなんだろうか。なんだポロンって。なんだポロンって。やめろ、いきなりポロン言うの、やめろ、お前。保留で、いいですか？よかった、ナナシ君でもとどまった。常識力のないナナシ君でもこの思い合いを受け止めるのはとどまった。それでいい、ナナシ君、常識力が分かってきたね。まだ来ますから。本当ですか？なら、いいです。わかりました。それじゃあ、また来ますね。おお、笑顔がかわいい。どうかしましたか？いや、多分、ナナシ君はこう、いきなり、ギャップ燃えてるのを感じたんだろうね。このすごい処方者だから、いきなり笑顔見せられたから、ギャップ燃えてるのを感じたんだろうね。寒気寒気ちょっと危ない人認定してるか、お前。かわいいじゃん。かわいいじゃん、ナナシ君。俺だったらここ立ち去らないで、あと8時間ぐらい一緒でお話しすると、お前。何なんだろう、この人。なんかすごい重要人物っぽい感じだったけど。いや、それより先に手前の建物から入っていくか。なんかスルーしちゃったけど、入り口がたくさんあるのでスルーしちゃったけど。まずはこの風俗っぽいところ。わ、風俗っぽいとこ誰もおらんで話しかけれる人。てか女の人ばっかやん、ほんまに。男の人がおらんで。男子禁制の花園にならしく足をくびれちゃったみたいになっちゃってる。おお、誰だ？てかここどこ？おや、客人、お客人。こんにちは。こんにちは。俺はナナシ、君は？壁に耳あり、障子に目あり、またの名をポムポムペイン。お腹いっぱい。メアリーです。はい、なんだこの挨拶お前。またの名をポムポムペインってえらい名前違うじゃないかお前。お腹が痛いってなんだお前。そんなこと言われても困るんやけど俺。下剤とか持ってないです。下剤は持っててもどうしようがないです。メアリーさんか。ポンポンペインってテレビに出てるアイドルの。アイドルなんじゃ。アイドルのスタジオなんかこれ。別名そうです。コスプレだと思ってた。本人だった。すごいね。すごくはありません。いえ、やっぱりすごいかもしれません。すごいよ。じゃあ私はすごいです。オッケー、グーグル。ここは何？一応事務所です。まあ今の時間はみんなブラックなお仕事なので中は空いています。ブラックな仕事とか言わないで。アイドルがブラックな仕事とか言わないで。そういうことをアイドルが言っちゃダメなんだよ。てかさ、事務所なんじゃここ。普通ナナシ君入っちゃったけど大丈夫な？不法侵入とかでさ訴えられない？そっか。たまに遊びに来ますか？いいの？マネージャーに通して。マジで？不法侵入者だよ。今のナナシ君不法侵入者やよ。わかった、また来ますね。ふむ、お待ちしております。わあ、なんで入れるんだ。なんで入っていいんだろう。これでさ、この人の私物が何かなくなったら真っ先に疑われるのナナシ君だよ。こっちはリリアン。なんだろう、かぐや、かぐやかな。こんにちは。グー、どうした。第一声目がちょっと意味わからん感じのグーということだよ。なんだ、グーの出ても出ないのかお前。出てるわ。こんにちは。寝てんのか。立ったまま寝れるタイプのやつだお前は。お姉さん。はっ、おや、お客様ですか？いえ、挨拶して回ってるんですけど。挨拶して回ってるんですけどって言い方もおかしいけどな。スポンサーに一回り挨拶しているような、そのスポーツ選手みたいな感じになってるやんお前。そうですか。
ると申します。よろしくおねく。お前寝るな、お前人の前で寝るな、お前挨拶中に。お前お前昨日の晩1時間ぐらいしか寝てないだろ。お前何してたんだ。お前韓流ドラマでも見てたのか。メルさん。はい、俺は流しです。そうですか、流しさん。そうです。ああ、あれ、逆に考えよう、逆に考えよう。寝ている女の子だから、この寝ている女の子にはスカートめくっても大丈夫そうだ。ナナシ君はそういう考えを持っておきながら止めたのは、ナナシ君の上司力が高くなった証拠。メルさん、スカピー、あ、完全に寝ちゃった。今だったらスカートめくりをしてもバレない、大丈夫だと思ったけど、両親が痛むからナナシ君は上司力を持ったからやらない。俺、今回はこれで失礼しますね。お、ナナシ君、今のうちだった、今のうちだ。この笑顔を撮るなら今のうちだ。カメラ持ってるか、持ってないか、残念。何屋だった結局。まだ落ち込んでる。ほーん。みたいな。おっ、カメちゃんと被ってる。あー、お前せっかく可愛い顔だったのに、この仮面ガブ取ったらお前不審者にしか思わんぞ。お前外しとけばいいのに。どうも、ナナシさん。紙袋は被るんだね。やはり公衆の面前では一応アイラがアンドロイドなこと秘密ですので。いや、被ってなくても別にアンドロイドとバレんと思うやけどな、俺。やっぱりそうだよね。よくここには来るの？はい、ちょっと失敗しちゃった時、落ち込んじゃった時、ここに来て心を落ち着かせるのです。めっちゃ人間性あるやん。なんで、なんかすごい人間味あるやん、お前の心。お前アンドロイドが失敗しちゃった時、落ち込んだ時に、心を落ち着かせる時にここに来ますみたいな感じ。そんなアンドロイドおるかお前そうなんだね、アイラさんは結構センチメンタルなんだね。アイラ、女の子ですのでそうだな、俺も最近バタバタしてたしな、ゆっくりしてみるのもいいかも。そうだよ。最近どうです？うん、前より面白いよ。いろんな新しい友達ができたし。そうだよな、お前パート1の時では考えられんぐらいに、ナナシ君めっちゃ生き生きしとるような気がする。初めてのお友達ですか？うん、友達時代は多くいたよ。みんな途中で友達じゃなくなっちゃうけど。それはなぜでしょう？それはな、なんというか、長く付き合っていったらさ、途中で友達がさいなくなるんだよ。それが分かれば、俺はおかしいなんて言われなのかも。明るいし社交的だし、それよりに顔もいい。少し変だけど付き合いやすいとか初めは言われるかな。最終的に言われるのは同じ言葉なんだけど、それなりに可愛いって言われるような。ななんと不気味だって不気味確かに何があってもナナシ君は君のことを信じるよみたいな感じのタイプやけんさ、そこまで言ったら逆にえってなるもんな、他の人からしたら。それがナナシ君のいいとこではあるが、あとは気持ち悪いとか近寄りたくないとかあるけれど、大会は同じような感想だよ。例えばなんだろう、カメムシのような匂いがするとか。ふーむ、なるほど、勉強になります。ナナシさんの真似をするとアイラは武器になりますね。ならなくていいんだよならなくていいんだよ、君は可愛いのに。その紙袋も取ればよかったのに。おいの真似するの？アイラ、元人間になりたいのですね。人間の真似を頑張ってます。マイブームです。いや、それだったらナナシ君以外の人を真似すればいいんや。ナナシ君以外の人、ナナシ君は人間の中でも特に特殊なタイプの人間だからな、お前そっか、じゃあ俺は対象外にした方がいいよ。きっとろくな人間にならないかな。はい、そうします。さっぱり言うね。言うたら七十組やけど、お前それはそれでさ、すっぱり言うのは気づくぞ、お前。そうだな、何が足りないんだろうな。あれ、そういえばポテテさんはあいつ一番海満喫してるだろうけど、今頃あれやな日差しでも浴びよんじゃん。なんか横たわって日差しでも浴びてんじゃないの。
はぐれてますね。探さないといけないですよね。いや、そんなことないよ。あいつは一人で何かしようんやけどさ、それはほっといてさ、おえら二人でさ、イチャイチャしようぜ。なんか飲み物を飲みながら話し合って、あと、ナナシさん、ナナシさん、ちょっと背中にクリーム塗ってもらえます？みたいな感じで言って、はーい、塗ります、塗り塗り塗り、あ、ナナシさん、そこはダメです、そこはダメですの、みたいな感じのやろうぜ。まあ、ポテトさん一人にするのもあれだし、ナナシ君、ポテトの方がどうでもいい、どうでもいいや、今。それよりアイラちゃんのことも見て、アイラちゃんのことだけ読みよう。デートだぞ、お前。あの、ミサネさんは背中臭くていいのですか？今はアイラちゃんに、アイラちゃんにときめいてるから今はいいんじゃない？本当に一人になりたいって望んでたし、きっとミサネちゃんなりに悩んでることもあるだろうから。了解です。それは、それではポテトさん探しましょう。レッツゴー、3匹です。めっちゃ古い笑い芸人してるな、お前。よっしゃあ、というわけで、あれ、なんでここにおらんの？いつもミサネちゃんがここ隣におるのに、アイラちゃんはここに現れてくれないのはなんでですか、作者さん。作者さん、なんでですか。探しとこ。とりあえず合流したことになって、なんでポテテを探さなあかんのなあ、ポテテ。なんでポテテを探さなあかんのかわからん。ポテテ、ポテテ、ポテテ、ポテテ。ポテテ、ポテテ、ここで行き止まりか。あ、こっち行けるで。こっちかな？まだ行って、おっと。あれ？このちょっと胸のあたりにつおるん、ポテテか、お前。あ？わーい、ポテテ、もっと遊ぶ？いや、やめろ。尻尾は掴むな、乱暴に扱うんじゃねえとか言うて、お前ポテテ、女の子の胸の中にちょっとおっただろ、お前今。羨ましいぞ、変われお前。ポテテさんが女の子に追いかけられてる。おい小僧、とっとと助けろとか言うて、お前腹の下伸びてんじゃないの、女の子に追いかけられて。はいはい、お嬢さん、動物は大事にしなきゃ。む、お前誰だ。俺はナナシだけど、君はポテテ。お前、それ犬の名前だろうが、お前。お前の目の前にいる犬の名前だろうが、お前。いや、そこの犬の名前じゃなくて、君の名前を聞いたんだけどな。いや、こいつはポテテ。俺もポテテで。間違いではな。ややこしいな、お前。そんなにややこしい名前出すんだ、お前。ポテテって言ったら、どっちのポテテのことかわからんようになるだろうが、お前。じゃあいいよ、この女の子のことをポテテって呼んで、お前のことは犬って呼ぶから、今から。説明をお願いしてもいいかな。俺は元はこの美少女、犬であるポテテと中身を入れ替えられたのだ。え、どういうことよ。つまりポテテさんは本来ポテテさんではなく、そのお嬢さんがポテテさんですね。え、ちょっとややこしいことになってきよ。え、どういうこと、つまり。え、つまりだ、その今の女の子の人格、ポテテみたいな感じのこと言おうが、本当のポテテ犬の方で、え、このめっちゃおっさんっぽく喋りようが、今の女の子の中身だったん本当は。なんかそれ嫌だ、僕嫌だ、みんなも嫌でしょ、僕嫌だ。あ、でも、こんな可愛い女の子がこんなワンワン言ってるのを見たらさ、そのままでいてほしいなってなら思う俺である。簡単に言えば、この人間ポテテさんと犬ポテテさんが入れ替わってるってことですよね。何度もそう言ってるだろう。とは言っても理解が追いついていないわけで。これもハッキングですか。確かにビットフォンは脳波をリンクしているし、個人のビットフォンを乗っ取った後に何らかの手段で双方の意見を入れ替える、意思を入れ替えるというのはあるかも。怖っ、あんのそれ。めっちゃ怖い話になってきてるよ、それ。さらっとは言ったけど、かなり難しいことだと思うよ。
実際ブレイクパッセージのリュウリさんは乗っ取られなかったし、全員あやざれるわけじゃないっぽいし。何のお話？あ、プリンさんは台に入れ替わられたとか入れ替えられたとか覚えてる？知らない。気がついたらすでにこのアイ様だったんだ。記憶は意図的に消されてるのかもしれねえ。うん、そう。あ、じゃあちょっとじっとしててくださいね。あー、読み取った。ここの中を読み取った。ポリティさんの記憶には一瞬人影らしきものが映ってますけど、つまり後ろから襲われたってことですかね。わかるのか。思い出せないだけで実際に記憶が残ってる感じですね。ビットフォンに脳波保護機能が一応ありますし、ハッキングと似たようなものかとは思いますが。なるほど。では犯人を探すぞ。今日はアイラちゃんと二人でデートに来たのにさ、なんで犯人探すとか一緒なあかんの。お前ふざけんな。お前アイラちゃんとのお腹引き裂くな。お前疫病神か。お前は。一瞬で何もわからないですね。もう少し詳しくわかればいいんですけど。なし、何か探してる？うん、ポリルさんたちを入れ替えた人探してるんだよ。じゃあ、あそこ、占い師いる。探し物見つかる。占い？そこの雑貨屋っぽい建物かな。そこ。そっか、俺的には今の人間ポリルさんの方が可愛いし、むしろ黒までいいんじゃないかな。俺もそう思う、ナナシ君。グッジョブ。貴様、元は俺の体だぞ。え、今の体の方がマッチしてるけん、ね、いいじゃん。お前だってこのビーチで歩いてたら、キャーかわいい、触ってもいいですかって言うて女の人にかわ触られるんだぞ。お前それでいいだろうが。お前受け入れろこの運命を。俺こんなかわいい女の子から今の犬ポリテさんのような言葉が飛び出るなんて考えたら恐ろしいよ。ほやな、普通は考えられんよな。何言ってんだ、十分愛らしいだろう。お前愛っていう言葉を個人で調べてみろ。え、そんな意味だったんだってびっくりすると思うぞ。お前愛らしい人は自分でそんなこと言わないよ。クソガキめ、いいから行くぞ。はあ、めんどくせえな。